エルザレットゲームチャンネルへようこそ。今回は銀狼は引いておくべきバフとデバフの仕様と優劣から見た感想となります。今回はバフとデバフの継続ターンについて比べたときにどちらが優秀で無課金・美課金にとって恩恵があるのかという話になります。それでは早速やっていきます。スターレールはターン制のゲームということもあり、バフとデバフの恩恵はこのターンに影響されています。まずバフとデバフは必ず丸ターン継続という風に表示されます。ターンというのはキャラクターの行動回数です。そのため低運のバフをゼーレに付与した場合、3回の行動で効果を失います。付与したキャラによってバフがすぐ切れるのはこのためですね。ちなみにですが、ラウンドという言葉もありますが、ターンとは別物になります。ターンはキャラクター単体の行動を指しますが、ラウンドは全キャラ共通ですね、となってますので気をつけてください。デバフが優秀な理由は先ほど話したターンに依存しているという点が重要です。バフの場合は行動回数が多いゼーレは3回の攻撃でバフが切れてしまいます。ただしこれには必殺技や追加ターンというのは消費されません。ですがデバフの場合、行動が敵に依存するため3回行動しない限りはバフが切れないという仕様があります。なので敵の攻撃回数、動く回数ですね、これ次第では全くバフが切れないということもありえます。敵よりも行動回数が多いならデバフの方が恩恵を受けやすくなるというわけですね。デバフがいいと先ほど話しましたが、バフも優秀な部分があります。それは雑魚狩り戦や連戦においてデバフよりも火力を発揮できるという点です。デバフに関しては単体狙いのものが多く、全体に付与できるのはペラとベルトの必殺技のみとなっています。一度きりの戦闘なら全然いいんですが、連戦になった場合毎回かける必要がありますので、デバフだとちょっと微妙だなっていうふうに感じます。また毎回かける手間を考えると、バフを全体攻撃持ちにかける方が圧倒的に楽になるんですよね。バフをかける対象も一人でいいですし、スキルで手軽に付与できるのでバフの方が使い勝手が良くなります。要は何を攻略するかによってバフの方がかえってダメージを稼ぎやすくなるというわけですね。ここまでバフとデバフの仕様についてお話をしてきましたが、まあ、それを考慮した上で銀狼を引きたい、まあ、個人的に引きたいなっていう理由となります。でその理由としてなんですが、まあ、皆さんよく挙げられている弱点属性付与というものだけでなく、多くのデバフを一度につけれるという点がとても魅力だからです。まあ、これはテンプのプログラム応答なしの効果ですね。欠陥などこの辺りの効果、あとは必殺技でターンに割り込んで防御力を下げることも可能です。この組み合わせによってデバスを複数つけることができるというのがとても強みとなります。さらにどんどんレベルが上がってくると追加能力で多くのデバフの効果もアップさせれます。いずれにしても継続ターンが増えたり強化などっていうのが入ってきますので、デバフを使うだけでも強いキャラクターなんですよね。で現在これだけのデバフをつけれるキャラクターは今のところ銀狼だけなので、中ボス戦以上で活躍しやすくなります。逆にちょっと弱い雑魚敵だと付与しても意味がないっていうところですね。もう倒しきってしまいます。で個人的にはゼーレのようなワンラウンドに複数回攻撃できるアタッカーがいた場合は銀狼は引いていいのかなと思います。ですが軽減のように敵全体攻撃主体の場合は単体強化でことが済むので、バフの方が相性がいいと言えます。まあ、銀狼自体能力的に引きたいキャラクターなんですけど、このあたりの組み合わせで、まあ、アタッカー次第だなっていうところもありますね。ただ軽減の方で組むときに銀狼を入れたパーティーとかもありますので、まあ、両方入れるのもありですし、まあ、余裕があるなら両方ですね。ただ無課金美課金となるとそもそもゲットできるか、また次回羅刹も出ますのでそことの兼ね合いもあると考えると、まあ、アタッカー次第だなっていうのはあると思います。はい、ということで今回ここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。